はい、こんにちは。このスパゲッティを茹でるときに、このバイカーボネートソーダ、これね、重曹っていうのかな、これを入れると、なんとこの麺がラーメンっぽい麺になるらしいということで、ぜひ試してみてください。もやし買ってきました。で、もやしをまず茹でる。塩は入れた？塩は入れないの？鼻で笑われた。だいたい1人前が 70g ぐらいらしくて、うん、このなんか1人分にあたりこの重曹を大さじ1入れるらしい。多分なんかの化学反応だよね。まあそうだよね。で、今日はその日本風ラーメンに、以前作ってた豚の角煮的なやつをがあるんで、それを付け合わせにしてこういう感じにもうすでに作ってあります。それでね、一番初めの動画 でやったラーメンってここで登場します。私ね、これ初めて食べるか、あんた食べたことあるない。で、今更ながら、あ、ただ入れるだけだ。ただお湯を入れるだけだし、カップスープ的なやつ。うん、これ何、それしか入ってないの？何個入り、これ。でも、あ、なんだ、びっくりした。8個入り。ちゃんと読めよ。多分ね、ね、これさ、もういいよね。じゃあこちら、鶏ガラベースアシアリ醤油味。次、麺を入れてる間に一応じゃあこのあちゃちゃちゃネギは、これネギじゃなくてリークっていうやつなんですけど、ネギほどね、苦みがなくて、うん、多めに入れた方がいいんだよね、お湯。うん、多分スパゲッティっていろんな、日本だとさ、細いなんか冷たい用のパスタがあるじゃない、うん、こっち、なんていうの、カッペリーニとか言うんだっけ、あんまりね、パスタの種類がそういう細いのがないよね。スパゲッティって言うと、なんかこの太さでいい。ウェイブローズとか言ってあるんじゃない？ない、ない、細いの。あ、そう、うん、これがなんか普通だよな。これ以上太いとかのもあるけど、うん、日本で試す場合は、でも日本で試すって何？日本でも買えるじゃん。はい、では、煮立ったお湯にこちらバイカーボネートソーダ入れていきます。これはなんと中身なかった。危ないところ。で、中身はこんな感じ。ベーキングパウダーよりももっとね、なんかこっちの方が、おお、すごいという感じで、すごいね、うん、これにさらにでパスタを入れます。そしてまあ、何ぐらい、5分ぐらい、好みによるんじゃないの。アルデンテとかだったらどのぐらいなんだろう。9分、うん、プラス2とか書いてあったかな。あ、そう、10分ぐらいで一回様子を見てる。ラーメンになるらしいということ。本当かな。なんだ、すごいな。これ足し湯とかしなくていいんだよね。そのままだったっけ。よくわかんないけど、地獄のようになってる。真っ白。でもこぼれるよね。足し湯 OK？ 知らない。このままだとね、こぼれちゃう。うん、多汁したらさ、バイカーズソーダ薄まるよね。いいのかな、大丈夫か。そのことはもう知らんな。だんだん匂いがラーメンっぽい。うん、本当かな。どのぐらい多汁した。わかんない、結構多汁。すごいバブリーにブワーってなんね。うん、ちょっと味見してみます。うん、ラーメンっぽい。あ、マジで、うん、もういいかな。もういい、うん、じゃあこれを、洗います。はい、大丈夫、気をつけない。やっぱりなんか煮目、でもかなり太めの麺って感じのほうが、うん、面白い。じゃあこれを、うん、匂いはもうなんかラーメンだね、うん、でもさ、どっちかっていうとすごい真っ直ぐな麺ね。短い真っ直ぐって感じ、うん、でこれを洗って、なんか煮目ってるから、すごい煮目ってる、うん、逆に短いから食べやすいかもね。どれぐらい洗えばいいのか、そんなもんかな。だからぬめりがなくなるまでとか、うん、そこまでぬめってはないんだけど、
で、まあこんな感じかな。はい、今このお湯を足してスープを作ります。お湯入れる？うん、300mg って。あ、300測るんかい。普段ね、絶対こんな測らない適当に目分量なんだけど、まあ、一応ね。あ、すごい、本当だ、ラーメンっぽい匂いですね、うん、ラーメンの汁っぽい匂い。醤油？醤油、あっさり鶏ガラだって。うん、こう入れる？うん、あ、危ない人すいません、見えなかったやばい、こぼれたちなみにね、このビスクね、責任持って洗おうか、ちょっと貸して。このビスクね、マジックビスクって言うんだけどお菓子作りにすごく便利。日本にもあるんじゃない？タオでいいやつ。こんな感じになりました。てかさ、これ別に説明する必要もないよね。日本のものだもんね。日本のものだもんね。ここは大工事になってるんで、すいません。とりあえず拭いて、こちら豚の角煮拭うこれそのままでいいかな。とりあえず卵だけ、うん、すごい使ってる、すごい使ってる、これマジです。じゃあこれをこれから今から、トッピングしていきたいと思います。じゃあ、なんかすごい冷えてるな、この目。いいのかな、うん、ねえ、どれぐらいなんだろう、わかんない食べたい量だけみたいな。あ、すごい黄色いね。うん、いいかな。あ、こうしちゃった。はい、そしてあれ、どうしたすごい取りね、うん、そして、さっき茹でたこのもやしさん。日本のもやしと違ってね、こういうね、なんだっけ、ヒゲ、なんかヒゲとこの変なごちゃごちゃっていうのが全部ついたままで、割とね、濡れた感じの袋でくるからほっとくとすごくね、すぐね、腐っちゃう。なんかさ、汁少なくない？汁ね、私もちょっと思いました。なんか麺が冷たそうだね。うん、まあ猫舌の人にはいいのかもしれないけど。あ、まあそっか。角煮を入れ、ネギがちょっともっと小さくしろよかったな。一応ね、こう見かけよくやったりとかしてるんだけど。あ、そうなの？わかんない。でもなんかぐちゃぐちゃになってるこんな感じかな。やっぱちょっと茶色っぽい。なんか汁少ないな。少ないね。これちょっと2袋とかやった方がいいのかな。でも匂いは完全にラーメンだね。ラーメンです。よしよし、食べる。では、スパゲッティラーメンに大変身を食べたいと思います。いただきます。いただきます。